先生、多分なんか今日ホテルに泊まって朝早く、ねえ、飯田でしたっけ、長野の方の新設に行かれる、まあ、非常にお忙しいところを今日いただいて来ていただいて、大変だと思います。はい、なんかあの先週末の課外授業がそのまま続いてるようなそんな感じですね。あの大阪で、おでんを食べてきました。ちょっとディープな大阪の夜を満喫しましたよね。ね、それでは今日の写真をお願いします。これはですね、抗がん剤が終わっ、抗がん剤中もそうだったんですけど、やっぱり髪が抜けて、帽子だけじゃちょっと街も歩けない状態だったので、髪が一応ね、この襟あるんですけど、あれはあの付け毛なんですね。上がメッシュになっていて、下が半毛っていうのかな、半分の付け毛になっていて、その上に帽子を。じゃあ帽子はあの実際には取れない状況。一応帽子もあの抜けないというか飛ばないような、きっちりしたやつをかぶってましたね。はい、うん、これだとあのハゲてることがわからないという優秀な優れもののアイテムでしたね。すごい使ってました。あの舞子さん、あのない時の写真も公開されておりますが、 そうですね、それはこれより前ですか、それとも後ですか。これはあの坊主にする前から使ってました。うんうん、ちょっと落ち武者状態の時とか、何ですか、もうあの実はこの頃なんですか、心が落ちた、折れたことは何度かありましたよ。でも私はその時は友達に、相談したりとか、ね、ここの副学級委員長、副委員長の山崎さんに相談したりとかして、なんとか切り抜けてましたけど、はい、うん、ね、そういう人がいると本当に、サポートになりますし、まあ、この前女子会がその、課外授業なので、はい、サバイバーシスターでしたっけ、そうです、3兄弟、はい、3姉妹で、という形もありまして、うん、まあ、合言葉の中で、皆さんもあのいろいろ相談されると、そうですね、やっぱり今先生もおっしゃってましたけど、話すことで、うん、そういうことってこう気持ちが落ち着いたりとかするので、はい、大切ですよね。はい、はい、なんかうまく締められませんけど、まあ今日はこんな感じで、また来月お会いしましょう。また来月よろしくお願いします。